はい、ということで今日はですね、このプロトタイニーギリングを使った、まあ、釣り方で狙っていきたいと思います。で、まあ、プロトタイニーギリングと、あとはまあビッグベイト、ちっちゃいルアーと、もう極端にでかいルアーを使い分けて今日は狙っていきたいと思います。プロトタイニーギリングフィッシュ。はい、ということで今このプロトのタイニーギリングバイトあったんですけど、まあ、軽くカバーにフリットして足際でシェイク巻きでこう首振りさせて止めた時にいきなりひったくりバイトっていう感じでルアーをこうひったくったっていう感じだって、不意にちょっとバイトがあったんで僕もちょっとびっくりしたフッキングになっちゃったと思うんですけど、まあこういうシャローにカバーがあってちぎりがいて、でこのプロトタイニーギリングがハマってるっていう感じの釣り方を今とりあえず試せれましたっていう感じです。プロトのタイニーギリングでバイト、この一口サイズっていうのがハマってる感じ。
クベイトゲーム炸裂。はい、ということで今日はですね、このプロトタイニーギリングとビッグベイトをローテーションして探った1日だったんですけど、まあタイニーギリング、プロトのタイニーギリングでも足際シャローカバー打ったり、主にカバー打ちをメインにシェイク巻きしてドンっていう食い方で反応がありました。でまあビッグベイトは、まあ、ちっちゃいこのタイニーギリングと極端にでかいルアービッグベイトを使い分けて今日は探った一日でした。で結構太いサイズも釣れたんで、まあ今日はこのプロトテストもいい感じにできたし、太い魚、でかい魚も釣れたんで、まあ一日だったかなっていう感じです。ということでまたぜひ YouTube の方を見てください。お疲れ様でした。